を見てですね、入ってる可能性があるし、まあ、いろんなあの手この手、いや本当気をつけないでくださいね。毎月いくらってやつはね、本当やばい。はい、こんにちは、フラッシュです。明けましておめでとうなんだけど、まあ新年初の動画なんですけど、今日新年初の動画からね、あまりいい話じゃない。個人事業主の方は確定申告とかやりますよね。で、年末になるとこう領収書の整理とかするじゃないですか。その時にクレジットカードの利用明細もこう見ることありますよね。そんな時にちょっと確認してもらいたいのが、毎月22日ですね、毎月22日に880円ずつ、まあ、4月までは780円ずつ引かれてる Amazon の何かがある。これの正体を今日はお話したいと思います。じゃあ行ってみます、レッツゴー。はい、ということで、ちょっとこれ私の話なんだけど恥ずかしながら、毎月ですね、22日に、4月までは780円、4月以降は880円ずつ落とされてたものがあったんですね。で、これ実は年末の確定申告のためにカードの利用明細を見てて気がついたんですけども、これね、身に覚えがなかったなと思って調べてみたんですよね。そしたら、いや、身に覚えがあった。 Amazon Music ですね。 Amazon Prime Music のつもりが Amazon Music Unlimited っていうのに入ってたんですね。これは確かね、1年ぐらい前だと思うんですけど、1年ぐらい前の何かのキャンペーンの時に4ヶ月無料体験みたいなやつに入ったと思うんですよね。で、それを使ってて、これ無料体験は自動更新になっちゃうもんだから、それ切らずにね、多分8、9、10、11だから本当1年間ぐらい知らずに払ってた。ただその間 Amazon Music は聞いてたので、まあ実際は使ってたんだけど、こう有料で使ってるとは思ってなかったということですね。プライムメンバーの特典だと思って使えてたのが、実はアンリミテッドだっていう、アンリミテッドだったっていうことです。でっていうのが、Amazon Music って最近改変があって、Amazon Prime Music では曲を指定して選ぶことができなかったのね。それが曲を指定して選べるってことは、アンリミテッドに入ってるってことだと思います。で、ちょっとご自身のクレジットカードの利用明細を確認してもらって、毎月880円、22日にね、880円不明な引き落としがあったら、 Amazon Music を聞いてないんだったら解約しなきゃもったいないですね。年間9000円ぐらい取られてることになりますからね。はい、そんなわけで今日はですね、この解約のお話をしたいと思うんですね。まあそんな難しくなくて、ちょっとお見せしにくいところもあるもんだから、見せられるところだけでね、ちょっとやってみると、まあこのアカウントサービスっていう中にプライムミュージックっていうのがあるので、これをちょっと開いてみると、あ、ここだ。ちょっと見にくいんだけど、この Amazon ミュージックの設定っていうのがありますよね。ここを押してもらって、これ私も実はもう解約したので、これはずっと解約になってなかった。これがね、ずっと毎月880円ずつ全然意識もしないうちに払ってたのね。で、ここに登録の更新っていうところがあるけど、ここで今更新する場合は更新、解約する場合は解約っていうボタンが出てくるので、そのここを解約しておいていただければ、今月の23日以降は解約されるということ。だから、まあ、解約はしても今月分は聞くことができるということになりますね。で、1回でも聞いてればもうこれ払うしかないんだよね。実はなんか騙されたような気になりますけども、例えば、いやいや1回も聞いてないという方いたら、これぜひ Amazon に問い合わせして、これ何も聞いてないのに、お金払ってるんだけど返してくれって言えば多分返してくれますよね。まあ、そんなひどいことはしないと思う。ただ1回でも Amazon Music を聞いてたりすると、まあ実際使ってるじゃないっていう話になっちゃうから、まあなかなか返してもらえることはできないかもしれませんけども、まあ1回試しに聞いてみれば、まあ1万円返ってくる可能性はありますよね。まあ1万円ところか、 2年も3年もずっとほったらかしになってたら、ずっと累計して溜まってるお金があると思うけど、まあ多分向こうも調べれば利用状況なんかわかると思うので返してもらえると思います。ただね、こういうことがよくあるんだね。だから毎月ね、必ずクレジットカードの利用明細をね、確認しないといけない。まあ年に何回か確認するようではダメですね。毎月これ何のお金かなっていう不明な金額があったら、 Amazon の場合は注文履歴っていうのが見れますよね。注文履歴、注文履歴を見ると、自分の注文した内容っていうのはこう1年間分なら1年間分ずらーっと見ることができるわけじゃないですか。こうやってね、こうやって見ることができるんだけど、その中にその880円の品があれば別だけど、880円の品がない場合なんかあるはずなんですよね。で、クレジットカード見ると Amazon からの請求880円って書いてあれば絶対なんかあるはずなんですよ。
なんでまあ880円っていうと今で言えばまあ Amazon Music Unlimited に入ってる可能性があるということですね。なのでまあぜひ皆さんもね、あの一度ご自身のクレジットカード確認してもらって、変なのに入ってないかどうか、はい、ご確認いただければと思います。まあ例えばこんな4ヶ月無料みたいなね、こんなようなものとかを見てですね、入ってる可能性があるし、まあ、いろんなあの手この手この ものとかね、あの手この手であの手この手って言ったら言葉悪いけど、まあ、あの手この手でこう無料体験をやらせるんだ。 Amazon Music あまり売れてないんだろうね、つまりね、ということだと思いますね。なんで Amazon Music は、まあ、あの今回11月からシャッフル再生だけになっちゃったということで非常に使いにくくなったんですけども、まあ、アンリミテッドだと、まあ、それが使えるという意味でアンリミテッドに入ってみたいな、その代わり1億曲だそうですよ。1億曲音楽を、ね、好きで聴いている方は、まあ、ぜひアンリミテッド入られればいいと思います。月々880円、年間まとめると8800円で、なんか2ヶ月分安くなるということですね。なので、まあ、ぜひ皆さんあのご確認ください。今はね、こう解約はウェブから解約すればいいということで、まあ、アプリからは解約できなさそうなので、まあ、ウェブから確認あの解約をされたらどうかなと思います。はい、ということで今日はですね、意外と盲点なところ、 Amazon もね便利なんだけど、 Amazon すごく便利で、私も本当に恩恵を受けてるんだけど、プライムのね、まあ、これなんか見てもどうかな。私の場合は、Amazon プライム年間4900円のプランに入っていますけども、なんだかんだで3万円ぐらい得してるということですか。なんで、まあ、プライムで4900円払っても十分お釣りが来てるということで、まあ、プライムの恩恵を受けてるんだけど、まあ、たまにこういうことが、こういうあの紛らわしいことがあるので注意される必要があると思います。まあ、これはヤフーでも何でも同じなんだけど、毎月毎月最近サブスクが流行りだからさ、毎月数百円でもね結構な金額になってきますから、まあ、皆さんは多分クレジットカード毎月の明細書見てると思うけど、私も見てるんだ、見てるけど、まあ、ただこう見てても780円すらとか880円こう割となんだっけな、なんてぐらいな感じでこう素通りしてる可能性があるんですよね。なんでまあお気をつけいただければと思います。今日はですね、 Amazon プライムの落とし穴のお話をさせていただきました。まあ、ぜひご注意ください。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、このチャンネルではこういったあの、まあ、役に立ちそうな情報もねご紹介してますので、よろしければチャンネル登録とベルボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ゆあさん、さようなら。本当気をつけないでからね、この毎月いくらってやつはね、本当やばい。やばいんです。さよなら。